翔太のなんて声だ。やりきました。やった。さあこのコーナーはやるもく一の美声を持つ青井翔太にいろんなことをかっこよく言ってもらうコーナーです。イエイ。今週のコーナータイトルは神奈川県ペンネーム田沼こっぽんちゃんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。似てます。どういうありがとうございます。やったすごいキレがいい。なんて声だ。おー翔太のなんて声だ。なんて声だ。まあまあまあ別にいいですけどね。なんて保険だって言ってっ言ってもらっていいですか。なんて保険だ。ありがとうございます。あ上手。ご本人ね。上手とか似てる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 本人同様です。似てる特徴捉えるのうまいね。オリジナルですよ。どうですか翔太さん喉の調子は。あ痛いですけど頑張ります。あれちょっと痛い。マジで今日悪いよ。今日悪いちょっと痛いちょっと痛いっす。痛いちょっとなんでなんで。じゃあの昨日レコーディングだったんですよ実は。あそうなんです。そうなんですレコーディングですんげー高くてちょっと痛かったですけど頑張りますよ。翔太くん髪切った。切りましたよ。色変わりました。変わりましたよ。翔太痩せた。ちょっと肩幅狭なったな。あよし今頑張ってますよ。ダイエット今日かっこいいね。ねちょっと女子でしょ思いました私も今。どういうこと。あこれがこどれが。いや違うなんかリアクションがね本当前より女子です。嘘だ。あでも多分女性の方にね挟まれてるんでちょっといや隣ハゲやね。ハゲ親父だよ。あの髪の毛とかイメチェンしたりしないんですか。頭皮の形状を変えるってことか。か形でしょうね。板で挟んで長持ちするっていう。か黒くするとか。日焼けする日焼け。ちょっと言わなきゃいい。誰が一番気づい最初に気づいた。あ、河本さんが一番最初に気づきます。まあ誰もかき消されて。あ、ごめんごめん。ね。はい、河本さんがね。うん。最初に気づいたんだよね。気づいてくれましたよ。髪切ったこと。髪の辺にね。いやでもそれぐらいの方がいいな。本当です。男の子らしくなりました。なんで。男の子らしくなりました。うん、男らしくなんか一番しっくりきてるよ。やっと思った。いい。じゃあその調子でちょっと。はい。言ってください。男らしい感じの。今のところ声出てるからね。あ、出てますよ。痛いけど。新潟県ペンネーム青いママ。翔太くんの低音ボイスで。留守番電話の応答メッセージ聞いてみたいのでぜひお願いします。お電話ありがとうございます。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にメッセージを録音してください。あ、いいねいいねいいね。アニメの中でもありそうだもんね。電話してすごいいいありそうあるな。今のだったら電話したくなっちゃうね。最後留守電が聞きたくなっちゃう。あまりにも落ち着いてるから翔太のやつあいつボーリング場で5時に待ち合わせしてるっていうのになんだよこの好きプリンジェ友達までそうなってる。おかしいですね。映るんだな。友達は同じテンションリーダーのそれ好きなんですよ。面白い顔すごいね。顔すごい。もったいないですよね。これラジオでお届けしてるのは。すげえ切羽詰まった顔するから。ドリル待ち合わせしてるつもり。イメージできてるんですかね。面白い。青森県ペンネーム青コーナー赤松。かっこよすぎる。アホの坂田師匠が息絶える直前に一言お願いいたします。大喜利みたいな。あ。ありがとうさん。師匠師匠師匠ちょっとかっこよくせかっこよすぎたね。ありがとうさんっていう方ですからね。普段はね。だけども生きたる直前に急にイケメンに変わった。イケボ師匠急に最後まで笑顔で今でもシャーってなるんですね。大阪市ペンネームの神戸ジャンクション武田鉄矢さんが聞こえているあのお袋の声で言ってください。ゴラ鉄矢ナンバーアントシナンバーアンタ仕事かいなあんた早うあんた大学へ行ってこんねあんた
毎日あんたテレーとしてくれあんた今も聞こえるあの袋の声いいね、歌の方がちょっとわからなくて事前に聞いとけじゃんまあまあいきなりですからね引っ叩かれるで今の音メロディーで言ってたらこれはあんたのぶち込み方がいいですよ ね、うん、これは小峠さん同じ同郷ですか。あ、そうです、僕福岡なんで、はい、あそうです。歌のフレーズのとこわかりますか。いや、それちょっと今もね、入ってるんですよね。今も聞こえるあのお袋の声っていうやつじゃないですか。ありましたね、懐かしいな、ね、懐かしいですけどもね、知らない、ね、ちょっと分からないよね、知らないで済まさないでちょっと、ね、ごめんさっき、さっきのとまんまだよ ね、 それね、一生懸命こっち言ってんだよ、こういうところだよね、そうよ、ぶった切ってね、ごめん、後で調べて、後でフォローするの僕やねんからな、わかりました、反省します、反省してんねん、ていうか前言うたけどな前言うたのになんで知らんって言うんやろうっていうやつね。京都市ペンネームイカシュウマイ、アニメの予告のように言ってください。はい、あ、これ好き、もう好き。行きましょう。明日の世界の車窓からは大草原パタゴニアの荒野を駆ける激アツ蒸気機関車が火を吹くぜ。で、これ燃えすぎじゃない？あっち。絶対見てくれよな。うわ、始まるぞ。うわ、見る見る。これは見るね。やりましたね。毎週日曜深夜12時からってもう欲しいよね面白いわ。毎日聞こえるよこれは。明日の世界の車窓だから毎の月金からずっとこれ聞こえる。面白い。え、終わりに絶対言ってくれるの。そうです、そうです。石丸さんがやった後に今日はスイスからお送りしましたっつったらこれが入るわけ。そうです、そうです。はい、いや、あの番組の雰囲気と合わなすぎて何があったのか、ね、富士通さん何を起こしたんだろう。どうしてこの人雇ったんだろうな、あれ一緒にもう一人雇ってるほぼ外人やしね、出てくるねえ、うん、明日の世界の車窓からはいいな、タイトル系いいっすね、いいね、うん、面白かった、うん、いいっすね、商品説明とか、ね、やっぱこういうの合ってるよな、商品説明とかいいね、うん、そうだね、うん、そういうのをやってもらいたい、やってもらいたい、うん。